ビビビビビビビ徹子の気まぐれ TV ビビビ始まります。ビビビ皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、なんとこの徹子さんニューヨークで、素敵、ずっとこのお着物を着て、はい、パーティーに行ったという。そう、一枚ね、出かける前に母が手に入れてくれましてですね、下の方に綿も入ってて、お嫁さんが着るあの2枚目の着物、結婚衣装の次に着るぐらいの着物、お色直しっていうやつ、ね、お色直しみたいなものを母が持たせてくれまして、帯は作り帯にしてくれまして、それでそれ1枚をですね、私1年間毎日のように着て、これイースターパレードの時に5番街のところみんな帽子かぶって歩くんですけども、みんな帽子に飽きてたんで、私がこれ着ていったらもうみんなが写真写して、フィルムを現像するお店はほとんどこの写真だったっていうぐらい、みんなが写しました私のこと。これまあ今 T シャツになって、皆さんお若い方とかの皆さん、ね、あの、着ていただいてるんですけども、ありがたいと思います。で、実は2019年にマテル社が60周年、バービー人形60周年を記念して作って、あ、これはバービー人形の方が作ってくださった。そう、マテル社、アメリカのマテル社が世界に20人選出して女性デーにちなんで、60年のお祝いとともに、バービーを一体だけ作って、その中に徹子さん、その世界の20人の中に入って、作っていただいたものなんですね。で、この着物の写真で作りたいっていうことだったんですけれども、で、向こうのアメリカのマテル社の方から、柄がよくわからないから、その写真、この着物の写真、柄の写真を送ってくれっていうふうに言われたんですけど、この着物は中出てこなかったんですよ、どこにも。もう紛失してるっていう感じで、それで仕方がないので写真から絵を起こして、こんな感じだろうっていうのを予想してマテル社に送って作っていただいたものがこれなんですね。で、こんな感じでこう帯がこんな感じになって、随分でも上手にできてますよね。そうですね、帯なんか、これこの T シャツのこの雰囲気、うん、がこうちょうど、その写真は見せたの、見せて、さらにこれを着物の図案を、日本で書いて、こういう風になってますっていうのを、想像で書いてお渡ししたんです。そしたらそれを 見ながらこう作って、着物で作っていただいたのがこちらになります。で、髪の毛なんか随分ね、玉ねぎ頭うまくいってます。上手に、すごく上手にいってます。それでですね、はい、そうこうしているうちに月日が経ちまして、去年ぐらいにこの着物がなんと見つかったんですね、はい、どっから出てきたんですか。倉庫の奥の方から、私ので、もうね、徹子さんはね、誰かにニューヨークであげてきちゃったんじゃないかなとか、持ってきてない、あの、絶対ないと思うわよっておっしゃってたんですけれども、実はありました。それがこちらです。わあ、こんなに派手だったの。びっくりする私。ちょっとこっちに持ってきてみましょうか。すごいわね、綺麗ね。綺麗ですよね。これは母がね、奮発して、私がニューヨーク行くときに、まあ、着物ぐらい着た方がいいんじゃないって言って手に入れてくれたものなんですけど、ここに鶴の模様なんかがね、こうちょっと樹模様になってて、綺麗ね。裾がね、やっぱり綺麗。金で刺繍がしてあってね、でもそんなに上等なもんじゃないけど、でも下に綿なんか入っててね、金駒刺繍なんかもちゃんと入ってますよ。そう、はい。で、これをね、すごいですよ、1年間ほとんど毎晩着て。でね、これ実はね、あの、洗って綺麗にしたからこの感じですけど、すごい汚かったです。そうでしょう、絶対そうだと思う。日本に帰ってきても洗ってなかったんじゃないでしょうかね。洗ってなかったです。でもね、ずいぶん着物もこんな綺麗になりましたからね、なるのね、すごいですね。洗ってくださったんでしょ。だってね、裾なんかね、車の裾に挟めて乗った車のドア閉めちゃって、着物の裾がヒヤヒヤ。作り帯ですね、お母様が用意してくださった。うん、いいですよね。後ろはちょっと見せていただいていいですか。あら、綺麗。こんな感じでこう作るんですかね。ねえ、随分綺麗だったな。私も全然ね、自分が着てるのに毎日全然自分で、あの、どんなの着てるかってわからないで着てたってすごい。で、これがで、よくできてますよね、この帯だと。ほら、もう帯そっくりね、こんな上手よね、うん、すごい。外国人の方がお作りになったんでしょ。そうです、マッテル社の方がね、あの、60周年のバービー人形が作り始めて60周年で、2019年の3月に作りました。で、このお着物を着て、
いろんなところにいらっしゃったんですよね。私行きました。でこれしかないからこれしかないからね。それでチャップリンさんにお会いになった時もこのお着物でお会いになったっていうことを聞いたんですけれども、はい、チャップリンさんはどうしてニューヨークでお会いになったんですか。ね、チャップリンさんはですね、あの自分の作品に対してアメリカが非常に、ね、あの理解しなかったために20年間憤慨してあのいらっしゃらなかったんです、アメリカに。でずっとあの方スイスかなんかにいらしたんですけど、うん、アカデミー賞が特別賞を差し上げるのでどうぞいらしてくださいってチャップリンさんに言ったので、はい、20年も経ったことだし、うん、でチャップリンさんはじゃあ OK ということで向こうの方からニューヨークを通ってそしてハリウッドにいらっしゃるっていうので、はい、ニューヨークにいらっしゃることになったんです。でチャップリンさんがニューヨークにいらっしゃってですね、はい、そしてチャップリンさんの映画を一般人とご覧になるっていう噂を聞いたので、でね NHK がね、あのチャップリンがもうチャップリン20年間全然音沙汰がなかったからどんなになってるか分からなかった、メディアに出てなかった、うん、だからチャップリンさんがどんな風になってるかも分からないから、遠くからでもいいからチャップリンさんを見てどんなだったかを私に言ってほしいって NHK が言って、あ、そのもちろんカメラとかそんなのは入れないけれども、徹子さんが見た感想を伝え、うんうん、あの NHK の方が教えてほしいという、うん、そういう依頼。 ね、その人がねカメラ持っていけばよかったんだけど、まあどうせ撮れないだろうと思ったからねカメラもなかったんだけど、うん、でとにかく、まあ、いずれにしても私は着物を着てこれですね、これ着て行きました、はい、それで行きまして、まあ、そういう頭言ってそれで、はい、自動車降りたら、はい、もうバシャ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 ってみんながね、はい、写真撮ったんですけど、誰だか分かんないじゃない、みんな私のこと知らないから。あ、もう着物のすごいすごい洋服で来たからそうどっかの大女優が来たからのことで、ね、なんだか知らないけど車から降りたら、うん、もう車から降りたらねタクシーだったんですけどもうバシャ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 ってみんなが写真撮って誰だ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 ってみんな言ってんだけど誰だって言ったって私がさ、いくらなんでも黒柳なんてさってみんなわかんないからさアメリカ人は私知らないんだからでとにかく私はちゃんとお席の切符もあったので、うん、NHK のね向こうの特派員の方とご一緒に行ったんです、うん、それはもう指定席みたいなのがあったりとか、そうそう、ま、そのいろんな件があるんですか。そうそう、もちろんあのチャップリンさんは向こうに画面があるとこうなってる2階の一番前のところでご覧になってて、あとは下は一般席なので、うん、その一般席の後ろの方だったけど割とこうなってていいとこだったんですよ、はい、でもとにかくみんなが入ってるところにチャップリンさんがいらっしゃったんですよね、うん、でお座りになったんですよ、みんなわーって拍手してね、それでものすごくねあのみんながわーって言ったの、そしたらチャップリンさんが立ってねみんなに初めこのことやってらしたんだけど、そのうちにねあのこうやってね、うん、涙が出るっていうジェスチャーなすってね、うん、多分涙がいっぱいだったんだと思います。だって20年間アメリカから離れてて、それで初めてヨーロッパの方からニューヨークの月になったわけでしょ、うん、そしたらみんなを迎えてくれたから、うん、チャップリンとしては終われたと思って帰っていったのに、こんなにみんなが迎えてくれるんだと思ってもう涙が出るっていうふうにおっしゃってね、それでキッドっていうチャップリンがあの子役と一緒に出てる有名な映画があるんですけど、それをみんなで一緒に見るってことになってそこでまあ見たの。それで終わってね、チャップリンさんはそれでもお退場になりまして、でそこでねあのちょっと終わって人が、まあ、どんどん帰ったりなんかしたんですけど、モルガン銀行の人とかが偉いそういう人たちが、うん、上流の方たちがいらっしゃるところに私もなんだか行くことになっちゃって、それ偶然偶然、うん、でそこでこの着物で行ったらみんな綺麗とかなんか言ってくるとか、あ、着物これがあるから、これでこれがこれがあるから、それでそのモルガン銀行の人も何でもなんか特別な人だと思って誰も疑わない、疑わない。チャップリンももうこれですからね、着物でこれで行ったもんですから、あのまずモルガン銀行の私それ知らなかったんですけど、あなた様はどちらの方ですかって私が聞いたら、私はモルガンですって言ったからねあのモルガン銀行のって言ったらそうですって言ったね、みんなね結構平気ですね、その私平気です、堂々としちゃってそんなちょっとそれもうさドラマですちょっとそう詐欺みたいな感じ役回りの感じですけど、でもそうでもない、堂々としちゃって、だって
まあでも、ね、普通のアメリカですからね、普通ですよね、うん、それでモルガン銀行って言ったからって、私もねモルガンおゆきとかあんたかって知ってましたけどねモルガン銀行って言われても私あまりよく知らなかった。今になってみると、まあ、アメリカ一の銀行だっていうことは分かってですけど、とても品のいい方でしたけど、私はモルガンでして、その方がおっしゃってるそうですかって、私は日本の女優ですよなんて言って、それででもチャップリンさんのね、あのお姿が見えてよかったですねなんてちょっと話して、それでもんですかね、一般の方たちはその時ずっとあのエスカレーターで降りて下の方へ降りてった。それで私もあ、じゃあ失礼いたしますって言って、それでその NHK の人と一緒にそのエスカレーターを降りて、こういうふうにちょっと見たらね、下のロビーにチャップリンさんが座ってて、話してんの。そこにね、ライムライトに出た女優さんがね、ニューヨークでちょうど芝居やってたの。その方がゲストにそこに座ってて、チャップリンさんと話してんのよ。それで私でこう降りていきながら、あらチャップリンだわと思って、ちょっとチャップリンとお話しして、あのチャップリンが どんな風だか教えてほしいって NHK から言われてましたけど、もうちょっと近いところでチャップリンを見るのも悪くないんじゃないかと思いましたね。見たかったですね。ずっとこういうふうに降りてったんですよ。そしてね、なんで誰もチャップリンの周りに人がいないのかと思ったら、もうすごい人数の警護の人がワイワイ寄ってくる人たちを押してたの、こうやって。ああ、もうみんなもう絶対近づかないように、うん、それで私はそこのところ行ってね、あのその押さえてる人のとこ行ってコンコンって言ったね。これでね、ここのとこでコンコンって言ったね。これでね、私チャーリー・チャップリンさんにお会いしたいんですけどって言ったらね、私のこの着物をずっと見るなりどうぞってその時ね、着物はすごい、あれ洋服着てた私会えなかったと思います、うん、でこれだったもんですから、やっぱりどっかの国のお姫様だと思ったんだと思いますどうぞって言ったんで、私はどんどんと歩いて行って、でチャップリンさんのところ行って、それでチャップリンさんは、まあ、奥様と、それからあの一番ニューヨークで有名なあのお金持ちの方がいらっしゃるんですけど、財閥系の人ですね、財閥系の方で、それでチャップリンさんのところ行って、チャップリンさん、私は日本の女優でございますけれどもって言ったら、パッと後ろ振り向いてジャパンとおっしゃって手出して握手、私と握手なったから、ずっと握手しっぱなしで、あ、天才と握手するのはいいもんだなと思ってねでチャップリンはなんか知らないけどしばらく見ない間に髪の毛真っ白になってて、ピンクの顔になっててね、まあ、穏やかな顔になっていて、昔は知ってるあの走り回るチャップリンじゃないチャップリンになってたんですけどね、20年何しろ私たちはチャップリンの映画見てないですから、それでね、もし日本のみんなにあのおっしゃることがあったらお伝えしますから、何かメッセージはございますかって言ったの。そしたらジャパンって言って、それでもうチャップリンさんのね、これとピンク色だったんですけど、もっとそれが赤くなって、鼻も赤くなって、目の周りも赤くなって、涙がいっぱいになって、そしてあの私の手を取って、そしてね、歌舞伎っておっしゃったんですよ。あ、歌舞伎ご覧になったんだなと思ったんですよ。京都鵜飼、ずいぶんね具体的に覚えてもう一生懸命ご自分のご存知の日本語を全部おっしゃったんだと思うんだけど、それでね、あの私がね、みんなを愛してるって伝えてくださいって、日本は大好きだって伝えてくださいっておっしゃったので、そのように伝えまして、でもあなたにお目にかかりで本当に嬉しかったですって言って、でずっと手つないだままだったから、私嬉しいなこういうのって思って いいですねいいなと思って、でもそれ以上あのお話しする内容もちょっとねあなたの映画を全部見ましたっていうのも変だしなと思って、でまあそんなお話して、その間中ずっとチャップリンと手つないでて、あれなんですよね、チャップリンさんって秘書の方が日本の方だったんですよね。そう、後で分かったんですけどね、だからチャップリンが涙がいっぱいになったっていうことの一つには、その自分の秘書が亡くなった割とすぐだったのね、その時がね、それでね、あのそろそろ行きますよって言って、あのみんなが立ち上がったので私そこに立ってたんだけど、じゃあってチャップリンが行ってちょっと行きかけて、そしてチャップリンがパーッと戻ってきたの。四五歩行ったんだけど戻ってきて、もう一度私の手を取って、ありがとうありがとうってサンキューって、
それで私もう本当に胸がいっぱいになったんだけど、なんて私は運が良かったんだろう、今日は着物を着てきたのが良かったんだと思ったんだけど、それでチャプリンが戻ってきて私に握手してくださったんで、もう時間があったらもっとお話できたかもしれないんだけど、でも十分にもお話もできたし、チャプリンさんと2度もそうやって手をね握手したし、ぷっくりとしたねこう柔らかい手でしたけども、そういうすごい苦労したっていう人には見えなかったね。なんかでもね、穏やかな方で、その一回また手離してまた、ね、立ち上がってね、あの寄ってきてくださって、またもう一回ありがとうありがとうってね言ってくださるなんて本当に嬉しい方でしょう。私嬉しかったです。驚きますよね。うん、私も本当にそれ以前も以後も、うん、そういう経験あまりないんですけど、うん、もうその時本当にね、あの胸がいっぱいになって、うん、でもちゃんと日本のみんなにはあなたがあのよろしく愛してるとおっしゃったということは伝えますっていうのは伝えたのよ。そのことはね、もちろんそしたらすごくありがとうありがとうっておっしゃって、それであの6日戻ってきて、それでまた握手してサンキューって本当にサンキューベリーマッチっておっしゃって、それでずっとこういうふうに去っていらっしゃるのをなんとなくこうやって見てたら、なんかねライムライトとかそういう映画の時のこう去っていくチャップリンの姿と同じように見えてね、うん、ああ私はチャップリンに会ったんだと思って、うん、とってもその時嬉しかったです。そうですね、でもね、いい経験というか、ただ本当にそのトントンってその SP の人をやって、そう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 、その人も、ね、この着物で大活躍ですね。そう、もう着物はずっとこの着物このでこの着物があったっていうのはね、私ねもうなくなっちゃったから誰かにあげてきちゃったんだと思ってたんだけど、しかもこれほど派手なものを着てたともまた思いもしなかったわね。まあこれだったらね、みんなね歩いてたら、で当時まだねそんな、ね、50年ぐらい前の話でしょ。そうだからこんな ね派手やかなもので、こう日本的なものの柄がね街歩いてたらね、びっくりっていうか写真撮りたくなりますよね。一緒に写真撮ってほしいと思いますよね。綺麗なの ねこの着物が、うん、私その時あんまり母がこれをね、うん、あの持ってらっしゃいって言って、これ私に触れた時に、まあ、そんなあのなんていうの田舎っぽいっていう感じがしたなんかどうかなと思ったんだけど、今こうやって見るとあらいい着物だわねって、バランスがとってもいいですよ ね色の出方とか。そうなの、すごく。じゃあ今日はね、あのずっとお話ししようとしてたチャップリンさんのお話を、この、 あのニューヨークの、あ、そう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 、これ今もう横断歩道があるからこういう写真は撮れないんですよ、ね、今も撮れない。今ね下に白い線が入っちゃっててね、そういう綺麗な写真撮れないです。これもトットちゃんショップで、そうですね、販売してますので、そういうわけで今日はこんな感じで、はい、でもチャップリンに会えたことは私本当に宝物でございます、はい、それではそういうわけでビビビ失礼いたします。さよなら、バイバイ。